皆さんこんにちは。ハローワーク名古屋中企業支援部門吉田です。皆さんはルルル、マップルといった雑誌をご覧になったことはありますか？今回のおしたんはルルル、マップルなどの広告営業をされている株式会社アドフジプランニングを取り上げます。株式会社アドフジプランニングはルルル、マップルの一時指定代理店として活躍されている傍ら、ペットと泊まる素敵な宿やカニ宿といった自社にて企画した旅行雑誌やグルメ雑誌、CM やポスターなどを幅広く取り扱っています。社内にデザイナーを持ち、お客様の要望を取り入れ、角川広告大賞を受賞するなど、そのデザイン力やダイレクトなレスポンス力には定評があります。今回募集の営業職では、なんとノルマなし、残業なし、年間休日125日という自由な雰囲気の中で社員が働きやすい取り組みをしています。ホームページには社員の結婚式の写真や社員に混じってお子さんの姿も見ることができます。産休育休もしっかり取得でき、家族的な温かい雰囲気の中でのびのびとお仕事にチャレンジできる環境が整っています。レクリエーションも年数回、もちろん参加は自由です。株式会社アドフジプランニングの明るく元気な社内の様子をどうぞご覧ください。昔社長に新人の時に入った、僕もともと大阪に事務所があって、あとで大阪に入ったんですけど、最初右も左も分からなくて、写真一つに説明が書けないんですよ。で、困ったら社長が来て書いてくれたことがあるコーヒーの説明、こういう写真の説明ってあるんですね、はいはい、例えば客室一例とか、はいはい、うん、あの温泉は天然温泉源泉かけ流しとかっていう説明、はい、写真の説明、はい、そういうのも全部営業マンがするので、そうなんです、この文章も全部そうですね、はい、例えば1日4組しか泊まれない宿ですよとかっていうことが書いてあると、読者からするとへーっていう、あの知っておかなきゃいけない情報がちゃんと詰め込まれてはいると思います。だからやっぱり最初はどうしても、まあ、右も左も、ね、新人さんが入って実際契約が取れてるよ、原稿を作るとなったらやっぱり右も左もわからないで、最初だけはね、いろいろアドバイスも、はい、アドバイスで取り足取り教えます、うん、こんな風に書くんだよとか、10本ぐらい書けば本当にもう結構慣れてくるよね、慣れちゃいます、慣れちゃいます、原稿作業も、うん、うち10時から19時までなんですけど、今もうほぼ農残業で返せる状態です、うん、びっくりしました、はい、広告代理店で時間外がないっていうのは、はい、ほぼないです、もう帰る。でもどうしてもやんなきゃいけない時っていうのは、1年にそれは数回はありますよ、やっぱり自分が、はい、でもそれができるということはそれだけクライアントを持ったという証拠でもあるので、うん、あのそこがやりがいとしてやらな、だから、まあ、やらなきゃいけない時はやらなきゃいけないです、うん、だけどじゃあそれがなんか昔みたいになんかそれが正義みたいな感じで、うん、毎日毎日てっぺん回るまでいるとか、うん、もう絶対ないです、うん、基本的にはあの後でもちろん現場の子に聞いてもらっていいんですけど、うん、19時にほぼビタで全員帰ってくるんで、うん、そこっていうのは本当にすごくあのメリハリと、うんうん、でほ、まあ、これは365日、今いる子は土日出てきたことないと思います、うん、休日出勤もしたことはありませんので、あの本当にきちんと土日は土日でリフレッシュしているし、で10時出勤がすっごく身に喜ぶんですよ。10時出勤ってなかなかなくって、やっぱり大体9時スタートが多いから10時って結構朝の1時間とか大きいですよね。だから結構みんな近隣の子なんで、結構10時ってありがたいですみたいな。なんでこんな条件がいいのに来ないんだろう。こんな仕事内容もいいのに。で3つの約束があって、はいはい、もう元気よく挨拶と返事をするのと、で整理整頓をしっかりしましょう、まあ、机の上も引き出しの中もそうなんだけど、まあ、それだけじゃないんですけどね、それの奥深さもあるんですが、まあ、整理整頓をしっかりしましょうと、で嘘はダメですよと、嘘はつかないと、ね、嘘つかれるとやっぱり信用できないしされないし、もうこの3つだけね、
絶対守ってもらえれば、そんな契約なんか取れなくても全然いいし、うん、しっかりね、育てていって給料もお支払いしますよと、いうことでね、それだけ私は言いたいっていうか、お伝えしたいなと思って、ね、ノルマもないんですよね。表とかもうちないですし、はい、ただ必然的にね、一生懸命やってたらね、取れるものなんですよ、そうそうです、契約って。やっぱりその仕事を通じて人となりを成長させてさせていくというところが会社の務めなんだと思ってるんですね、うん、それで結果はついてくると。結果を求めても結果はついてきませんから、うん、とにかくうちの会社やっぱり仕事を社会を通じてみんなにやっぱりこう尊敬されるだとか愛される人づくりを目指していくというのがアドフジプランニングの、まあ、使命というか、っていうふうに考えてるんで。に入られてどのぐらいですか？今月で4年目を4年目を迎えます。あ、学校出られてすぐ。あ、そうです、高卒で入社してこちらに入社させて、そのまますぐに入社させていただきました。はい、高卒でっていうことは求人は高卒の？あ、そうです、高校の方でたまたま求人を見かけてっていう形で、私はもともと本来最初は新聞社とか新聞とかが好きだったので、結構メディア関係の仕事に携わりたいなともともと思ってたんですけど、はいはい、なかなかこうそういった新聞社とかも含めて結構大卒で、はい、条件がもう最初からなってるところが多かったので、はい、なかなかこう高卒でメディア関係の仕事っていうのが見つけられなかったんですけど、はい、その中でたまたまいろんなこうアパレルとか工場とかいろんなジャンルがある中で、リストのジャンルのところに広告っていこう、あの富士が入ってるのを見て、はい、あっと思って、はい、ちょっと広告で最初はちょっと頭にパッて浮かばなかったんですけど、発信ができる、こういろんな情報とかが発信できる仕事に携われるかもと思って、もうここしかないと思って、もう他の会社をその後は見ずにここに会社見学行きますみたいな形で、はい、もうここ一本みたいな形で入社してきました。やっぱりなかなか営業がしたかったというよりかは、結構そこのいろんな、はい、アドフジの業務の中で書いてあったその、はい、原稿を書くみたいな作業のところに私はちょっと惹かれて入った部分があったので、はい、結構私も営業っていうのがあんまりこうイメージができてないままに入って、その営業っていうのを、はい、するようになって、まあ、なかなか厳しい部分というか、その契約取るまでにどうしても時間がかかったりとか、なかなかこうつなげられなかったり、苦しいこと、きついことっていうのもいっぱいあるにはあるんですけど、やっぱりその契約をそういう中でいただいた時のこう嬉しさというか達成感と、特に文章を書くこととかすごい好きだったので、そういうのにこう、そういうのをもともと趣味で昔は、今はちょっと全然できてないんですけど、小中学校の時は自分で自作の物語書いたりとか、あと新聞の切り抜きから、はい、思ったことを普通にこうなんか日記みたいな感じで書き留めたりとか、今日はこういうニュースを見て、このニュースってこういう風なのかな、疑問に思ったこととか、こう思ったけどこの人はどうなんだろうみたいなことを書き留めたりとかしてることもあったので、なんかそれがこう趣味じゃなくって仕事としてちょっとやることができるっていうのが嬉しいなっていうところで、今ちょっとそこをモチベというかやりがいに思って続けてきた形です。じゃあやりたいことがやれてる感じなんですね。そうですね、はい、ね、すごく毎日やりがいがあって楽しくお仕事されてるっていう。そうですね、はい、ありがとうございました。はい。